記憶を失い、たどり着いたのは自然豊かな町リグバース。町の住人たちに迎えられ、主人公は警備組織シードの一員となり生活を始めます。町では警備組織の仕事のほか、畑で作物を育てたり、川で魚釣りをしたり、自由気ままな生活を送ることができます。町にはたくさんの住人たちが暮らしています。気になる相手を見つけて仲良くなれば、一緒に冒険に出かけたり、デートを重ねて恋愛、結婚することも。モンスターとのバトルでは、さまざまな武器やルーンアビリティのほか、仲間と協力して連携技を繰り出すこともできます。新たな舞台で新たな冒険、ルーンファクトリー新章始まり。ルーンファクトリー5、2021年5月20日発売。ビジュアルブックとアレンジアルバム CD などがセットになった豪華限定版も。マーベラス。はい、はい、改めてルーンファクトリーの最新作が任天堂スイッチで5月20日に発売になります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、はい、ゲームの説明ですね。はい、ルーンファクトリーとはファンタジー世界での暮らしを楽しめるアクション RPG です。うん、仲間と一緒に、冒険を楽しむことも、釣りや街の人との交流などの生活を楽しむこともできます。うん、今回のルーンファクトリー5の舞台はですね、自然豊かな町リグバースとなっておりまして、記憶をなくした主人公、はい、毎度おなじみのこの記憶をなくした主人公ですね、はい、コメントがありました。そしてシードの新米隊員となりまして、うん、はい、町の平和を守るため様々な事件を解決していくことになります、うん、はい、続いて、はい、主人公の名前はですね、はい、性別も変更可能ですので、自分自身が主人公となってこのファンタジー生活を楽しむことができます。そして、はい、先ほど出てきました主人公の所属するシードという、まあ、組織なんですけど、このシードというのはですね、まあ、地域の自警団がまとめ上げられて作られた警備組織なんですね。うん、でそこの、まあ、リグバース署の署長さんというのがですね、今回のゲストであられる千本木さんが演じられているリビア署長になります。はい、はい、うん、シード隊員となった主人公なんですが、まあ、世界の調和を保つ力ルーン、うん、まあ、これが、まあ、どんどん世界から失われていく喪失事件というものが起こりまして、うん、まあ、それに巻き込まれていくということになります。うん、続いて、まあ、冒険についてなんですけれども、うんうん、はい、今回主人公は8種類の、まあ、特徴が異なる武器を使い分けて、戦っていきます。うん、武器を使い続けることでスキルレベルが上がって、まあ、威力がどんどん上がっていったりですね、より強力な攻撃が放てるようになっていきます。うんうん、まあ、さらに強力なルーンアビリティと呼ばれる、まあ、俗に言う必殺技ですね、はい、おなじみのルーンアビリティもこう自由にセットしてカスタマイズして使っていくこともできます。うん、うん、続いて、本日初公開となります警備隊員ならではの新アクション、はい、シードサークルについてご紹介させてください。うん、はい、このシードサークルを使うことでですね、モンスターの動きを止めたり一時的に仲間にするといったことができるようになりました。はい、今回はですね、動画も用意しましたので、まずはこちらをちょっとご覧ください。はい、今プレイヤーが使ったのが、まあ、シードサークルで、こんな感じで敵をね、はい、ホールドすることができるんですね。で敵を動けなくすることで、まあ、戦闘優位に運ぶことができますし、またこうホールドした相手から今見ていただいたようにアイテムをですね、敵からこう奪うこともできる人になってます。これってボスキャラとかに使えたりはできますか？ボスキャラにも使えるように使える、はい、続きましてもう一つの使い方もお見せします。はい、
はい、チャージしてからですね、このシールドサークルを使うことで、あ、うんうん、今捕まえましたね、はい、一時的にモンスターをこう捕獲、まあ、コネクトと呼んでるんですけれども、うん、コネクトすることができます。その可愛い人、うん、敵なんですか？可愛い敵を、まあ、一時的に仲間にすることができると、うんうん、コネクトした、モンスターはですね、一時的ではありますけれども、そうそう、一緒に、はい、冒険して戦ってくれるようになると。すごい、はい、まあ、このシードサークルだけではなくてですね、まあ、従来通りあの、はい、モンスター小屋を建てて、まあ、自分でモンスターにプレゼントして仲間にする、はい、まあ、正式な仲間にする手続きもありますので、はい、場合によってこう使い分けて、なるほど、あの、じゃあ従来のそのやり方が好きな人はもう今まで通りプレゼントをあげてブラシで撫でてあげて仲間にするってことですか？はい、なるほどね。これそのサークルでホールドすることでしか手に入れないアイテムとかってありますか？あります。なのでこのシードサークルはかなり、はい、今回重要なキーモンになってくるかなと。これ面白そうだな、すごい。なるほどね、面白いですね。そういえばちょっと補足なんですけど、モンスターってこれ戦って殴ったりしてますけど、させていただきたいと思います。はい、はい、街ではですね、お祭りに参加したりショッピングを楽しんだりできます。さらに釣りをしたり、はい、畑仕事をしたりと、まあ、本当にスローライフをですね、自由に過ごすことができます。はい、はい、まあ、さらにさらに、街で気になる相手を見つけてデートを重ねることで結婚、うん、はい、はい、さらにはその結婚相手と子供も、うん、はい、生まれるという風になってます。これはもうシリーズ恒例の魅力というか、恋愛は外せない要素ですね、はい、うん、で今回花嫁候補は6名お、はい、まあ、先ほど紹介しましたシードの、はい、まあ、同僚ですとか、サキュバスのお姉さんですとか、謎のお嬢様ですとか、うん、まあ、バリエーション豊かなヒロインが登場します。いや迷っちゃいますね、はい、出てますね、いや、ルドミラちゃんが一番今のところ人気ありそうですね。あ、そうですか、はい、この子が紹介された時にツイッターでサキュバスっていうワードがトレンドに上がっちゃった、いや、この子好きな人、今推してる子は多そうですね。サキュバスが好きなんですか、男の人は？いや、やっぱ一度は憧れます。目がキラキラ、やっぱちょっと気になるかなってところですね、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ続きましてですね、花婿候補の6名、はい、はい、まあ、先ほどのお嬢様に仕える騎士であったり、はい、まあ、鍛冶職人であったり、うん、まあ、旅館の主なんかのキャラクターがまあ登場すると、うん、こちらもですね、まあ、いろんな趣味嗜好の方の願望を叶えるためにさまざまなバリエーションの、はい、はい、キャラクターを取り揃えております。今回ね、花婿候補もだいぶ魅力的というか、まあ、もともと魅力的なんですけどね、4から女性の方もね楽しめるように、はい、男性の攻略候補が出てきたんですけれども、今回も気合入ってますね、特にラインハイルト君がね、あれ鎧脱いだら パジャマとか可愛いイメージ僕の中ではあります。 あとですね、ルーカスさんがそう記憶喪失なんですよね、確か、はい、そうですよね、ちょっと気になる設定だなと思ってます、はい、そこら辺がまあその主人公の記憶喪失とどう関わってくるのかみたいなところもちょっと気になるところではありますね、もうこういう攻略候補もそのただただその恋愛する対象ではなくて、メインストーリー、そのメインのお話にもしっかり関わってくる子たちもいるんですよ。だからそういう、なんだろうな、やっぱただただイケメンを揃えた、可愛い子揃えたってわけではありません。なるほど。ちょっと、いや、ちょっと気になるな。ではこちらをご覧ください。ファンタジーの世界で生活と冒険の両方が楽しめる RPG ルーンファクトリー5。記憶をなくした主人公は自然豊かな町リグバースへとたどり着き、町の警備組織シードのメンバーとして新しい生活を始めることに。平和に見えるこの町ですが、最近人や自然の調和を保つエネルギールーンが消失する事件が起きています。プレイヤーは街での生活と冒険を繰り返しながらルーンをめぐるさまざまな事件に立ち向かっていくことになります。拠点となるリグバースの街では
賑やかで楽しい毎日が待っています。季節の変化を感じながら作物を育てたり、料理や魚釣りをしたり、ショッピングやお祭りを楽しむなど、思い思いの時間を過ごすことができます。そして街では素敵な住人との出会いが待っています。気になる相手を見つけたら、デートを重ねて恋愛、そして結婚、子供が生まれると生活はますます賑やかに。主人公が所属する警備組織シードには、毎日のように住人たちからの依頼が舞い込みます。モンスターとのバトルでは、さまざまな武器やルーンアビリティを使って好きなスタイルで戦うことができます。敵のタイプや弱点に合わせてそれらを使い分けることも可能です。また冒険には、町の住人や仲間にしたモンスターを3人まで連れていくことができます。仲間と協力して連携技を繰り出すこともできます。守りたい日々があるから僕たちは負けない。ルーンファクトリー5、5月20日発売。ビジュアルブックとアレンジアルバム CD などがセットになった豪華限定版も。ということで、限定版のご紹介です。平さんからもありましたけれども、ルーンファクトリー5プレミアムボックス、映像を見ていただいた通り、本作のすべてを詰め込んだ豪華作ルーンファクトリー4スペシャルをプレイしておくと、うん、ルーンファクトリー5でデータ連動特典がもらえちゃいます、うん、では、特典の詳細もご紹介していきましょう。まずはこちら。はい、はい、特典1はルーンファクトリー5の町リグバースに、ルーンファクトリー4からダグとマーガレットがやってきます。しかも仲良くなると一緒に冒険もできちゃいます。あら、なんとなんと、うん、いやこれすごいですね、うん、はい、ダグがちょっとやってる人にしかわからないんですけど、うん、4やってる人みんなダグがちょっと成長しないか、これ思いました。私、はい、ちょっとね、凛々しくなってますね。思いました。フォーデンダグは結構ちょっと子供というか柔らかい表情してたんですけど、このダグね、全然表情がキリッと大人のダグって感じですね。いや、ダグ好きの皆さん良かったっすね。結構人気あるキャラクターなんでね、はい、まあ、マーガレットはエルフなんで結構長命の種なんで、そのまああまり成長はしないんで、うん、美しさをキープできる種族ですからね、はい、ダグはあのドワーフなんで、うん、これちょっとびっくりだな、ということは4から何年後の世界なんだろうなみたいな、あ、ちょっと気になりますね。これはなんかまたちょっと気になる、出ちゃいますね、はい、ちょっと米印右下に悲しいのが書いてあるな、注釈が、あのお婿さんお嫁さん候補ではありませんのでご注意ください。はい、ご注意ください。お嫁さん、お婿さんにしたい場合は、はい、あ、衣装も手に入っちゃうんですね、うん、うん、盛りだくさんだ、うんうん、あ、ちょっと髪色違うだけでだいぶ印象変わりますね、はい、4の方だと緑色が、まあ、ベースのなんですよ、髪色が、うん、これで結構落ち着いてたんですけど、うんうん、なんかちょっと印象変わる、うん、そんなところも楽しんでほしいですね、はい、これで5のプレミアムボックスと、データ連動特典で、まあ、主人公と4のね、
まあ、攻略候補というかお婿さんお嫁さんたちの衣装が完璧に揃うってわけです。おー、完璧ですね本当に。いや本当もう4のそのヒロインの話なんですけど、はい、ピコちゃんの衣装がついてるのがもうすごい公式わかってるって話なんですよ。ドルジェちゃんにちょっと取り付いてるお化けなんですけど、まあ可愛い女の子なんですけどね、ちょっと笑い方が汚いというかゲッヘっていうちょっと独特な子なんですけど、そうなんですね、はい、まあストーリーをねやっていけばいいんですけど、そのドルチェはピコちゃんと離れ離れに、まあもうねしたくないというか、まあ、絶対離れちゃいけない存在なんですよ、はい、2人は一つみたいな、うん、なんで本当に衣装ピコの衣装実装してくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、ドンってなっちゃった。コメントの皆さんもすごいもう分かってるってコメントがたくさんありましたね。じゃあぜひ皆さん、あのダグとマーガレットからの依頼をクリアしてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてまだそんなルーンファクトリー4スペシャルをプレイしていないという方にお得なキャンペーン情報でございます。お、なんとルーンファクトリー4スペシャルのダウンロード版が今日から期間限定で半額セールを実施しています。すごい、半額ですか。すごいですね、半額って。すごいですね。いや、そんな実施期間はですね、うん、3月の29日月曜日までとなっています、うん、まだプレイされていない方はこの機会にぜひプレイしてみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。続いてはこちら。